今日はですね、理論の話というよりは、最近、ここ最近ですね、よくこう自分自身の中で体感できていることというかですね、そういうことだよねっていうことをあえて、説明してみたいと思います。体感なんでどこまで説明できるかっていうのはあるんですけれども、今日は何を伝えたいかっていうと、例えばですね、理論とか、この何て言うの、コーチングのですね、理論とか、本とかでこう学んだりとかですね、いろいろしてもですね、学校の勉強と違いますよってことを散々言ってきてるんですけども、それでもやっぱり、言葉の定義はどうなってんでしたっけとね、難しい用が出てきた時にちょっと抵抗感ありますとか、いろんなこう質問とかですね、問い合わせをいただくことがあるんですけども、まずですね、分かるところからどんどん始めていってくださいっていうのが、言っていただけるといいですよっていうのが私のおすすめのやり方ですね。で、理論を突き詰めれば突き詰めるほどですね、その根拠となっている理論はどこだ、その根拠となっている理論はどこだってこうずっといくと延々と言っちゃうわけですね。分厚い本にたどり着いたり、わ、これかとかで確認することも、もちろんそれはそれで決して否定することではないんですけれども、例えば PX、 ここにたまたままた PX がありますけどね、 PX がありますけれども、この薄さで、本当に世界中3300万人変えてきたんですかって、一見薄いように見えて、この理論の裏側にはとんでもない情報量が詰まってるんですね。じゃあその情報を全部紐解いて、そこのそのなんか百科事典的なものを全部まとめたら自分は思いっきり変革できるのかって、いや、そんなことではないと思うんですね。そんなことではないっていうのはちょっと語弊があるかもしれないですけれども、理論は理論なんだけど、シンプルにまとまってるんで、これとにかく実践した結果を出して、自分で本当になりたい自分にどんどんなっていきましょうよと。で、逆に言うとですね、こういうコーチング理論を、全く学んだことがない人がですね、思いっきり成功してる人も世界中探せばいると思うんですね。います、実際。で、例えばですね、私大好きなんですけど、ソフトバンクの孫社長ですね、孫正義さんは、おそらくコーチングとか知らないと思うんですよ。この PX とかね、友淵博士の、お友達だということなんで、もしかしたらコーチングは知ってるかもしれないですけど、徹底的に読んで研究して、だから経営に生かしてます、そんなことはないと思うんですね。もうもともと経営が好きで、ウォントゥーのエネルギーだけでどんどんやり尽くして、で、中途半端なことはやらない、徹底的にやると。もう好きなことを徹底的にやって、しかも現状の外側にどんどんぶっ飛ばしてゴールを設定していくっていうことがもう実際できてるわけですね。かなり異端のことをずっとやってきて、今のソフトバンクがあって、さらにこれからまた加速して、いくと思うんですけれども、そこの原動力とかその方法論とかって、じゃあ、孫さん素晴らしいですね、このコーチング論に合致してますねって言っても、はあって言われると思うんですよね。それは何を言ってるかというと、理論は理論なんだけれども、できてる人はいるんで、実践しても直感的に天才的にそれが分かってる人がいるんですよね。こうすればこうなる。だから思いっきりこういうことやっていくんだ。で、どんどん結果を出していく。で、孫さんに聞いて、例えば、素晴らしいですね、成功されてって言っても、孫さんはおそらく成功って言葉は使わないと思うんですよね。当然だけどって、でもまだまだ自分はもっともっとできると思って、いろんな挑戦してるよってきっと言うと思いますね。成功っていうのはまさに成功の定義にもよりますけど、外側からの評価ですよね。で、まさにそういうことですね。本人はそんなことはなくて、どん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 新しいことをチャレンジして楽しんでるだけです、ということだと思うんですけども、もうできてるわけですね。ということで言うと、理論は理論なので、どんどん実践して結果を出していくというところに、ぜひフォーカスしていくのがいいんじゃないかなというふうに私はお勧めします。実際自分もそういうふうにやってきた方ですね。もちろん理論も大好きなんで、もう何回も何回もこれ読んだりとかですね、線引いたりする書き込みしたりとかするのも大好きなんでやるんですけれども、でも本質はそこじゃないっていうことですね。で、実際その理論じゃなくて、じゃあ実際どういうことなんですかっていう時、ある時ですね、この例で挙げていいのかどうかちょっと微妙なんですけども、友淵博士がですね、ある講演会の中でスピーカーの話を延々としてすごい楽しそうにね。それは延々とそのスピーカーの難しい用語も出てきて、一切その領域は分かんないですね。私も専門用語が出てくると全く分かんない。とにかく楽しそうにしてる、話すわけですね。だから理論じゃなくて、やってみると分かんないんだよねっていうことをその例として話してるわけですけど、それは何を感じたかですね。何を感じたか、
すんげえウォントゥーでいろんなことをやってる方がウォントゥーの世界に入った時のエネルギーってすごいなっていうことをうわーっときたわけですね。スピーカーの話は自分の中ではそんな興味のある対象ではないんだけれども、それに対してすごくエネルギーを持って喋ってる博士のそのウォントゥーのエネルギーを浴びることによって何かこう思いっきり自分の中にこうエネルギーが溜まってくる感覚を受けました。ですごく綺麗な言い方をすると2009年にですね、ルーが来日されて六本木の最上階のでかいセミナールーム、一番でかいセミナールームで何百人も集まってですね、ルータイスと友内博士が TPI のライブを しましたという話はいろんなところでしてると思うんですけど、その時に朝早くからいて最前列を取って目の前でここにルーがいて、ここに博士がいて、もう自分のために2人が喋ってんじゃなかろうかぐらいな状況の中で話を聞いた時に何を感じたかってね、生身の人間の理論というよりはエフィカシーを感じたっていうね、自分は本当に思ったわけですね。そうか、エフィカシーって言葉では定義できるけど雰囲気とかエフィカシーの中身についてはこういうことだよねって、やっぱ合わないと分かんないねっていうことはそこで本当体感したんですね。これがエフィカシーかってことですよね。でそれと同じくらいのインパクトをそのスピーカーの話をしている友内博士のウォントゥーのエネルギーを感じたんですね。だからウォントゥーのエネルギーもやっぱり場を共有してね、ウォントゥー全開の人と一緒にいると思いっきりウォントゥーのエネルギーがぐわーっとこう自分の中に取り込まれるということが自分の中に体感上得られました。ですのでそこでですね、例えばなんか講演会のメモを取るんだったら非常にメモを取るってスピーカーのことをメモを取るわけにいかないですからね、特にそこはメモを取らないと思うんですけど、仮にメモを取るとしたらですよ、スピーカーのことじゃないですからね、ウォントゥーのエネルギーはすごいとか、もう大の大人がねスピーカーだけでもう一晩中なんかそういった、いやなんか組み替えるだけでもとんでもない騒ぎで一晩中部屋の中でこうつなぎ直したりとかいろんなことやりましたみたいな話を博士がされてる、そのウォントゥーのエネルギーを感じることができたのが自分としては一番のそこでのその講演会での、収穫でしたとか、そんな感じになると思うんですね。もちろんその前後にはいろんな話があるわけですよ。理論上の話もあるんですけれども、その例の、まあ、スピーカーの趣味の話をしている時の、内容っていうのは言葉ではなくその裏側にあるウォントゥーのエネルギーを思いっきり全身で浴びることができて最高だったねっていう感覚で、まあ、理論の話からするとどこでも聞いたような話ばっかりというふうに捉えることができるかもしれないですけど、私はそこでとんでもなく新しい情報をなんか入手できたという、そのラッキーっていうね、強烈に、脳がなんかね解放されて、まあ、半分疲れて半分エネルギーもらった、どこよくわかんないですね。思いっきりエネルギーもらったことは確かなんだけど、思いっきり眠くなったんですね。で帰ったら本当にもう普段だったらありえないぐらいこう気持ちいい眠りの中に入って、朝起きたらすっきりしてるみたいなことが起きました。これももちろんコンフォートゾーンが移行したとか、何か新しいゲシュタルとか自分の中に取り込まれたんじゃないかなというふうに自分の中で思うわけですけれども、まさにそういうこと、エフィカシーとかそのウォントゥーとかっていうのは場を共有することによって、そのウォントゥー全開の人、エフィカシーがもうとんでもなく高い人を目の前にして場を共有することによって思いっきりこう浴びるようにですね、感じることができる、体感することができるという意味で、ぜひ捉えていただければいいんじゃないかなと、ですのでですね、定期的にセミナーとかもやってますし、ですね、私も今本当全開なので非常に楽しい毎日を送らせていただいているわけですね。送らせていただいているってないんですけど、送ることができてますと、これもちろん友内博士、ルーのこのコーチングを実践してきた結果だということで言うと、本当このコーチングに本当に感謝して、感謝もう言葉にもならないですけれども、博士、ルータイス、その関係者に全て感謝したい気持ちであるんですけど、とにかくこのウォントゥーに慣れた自分というものをいろんな人にやっぱ伝えていきたいんですよね。自分というのはこのエネルギーをいっぱいいただいた、このエネルギーを一人でも多くの人に伝えていきたいと、ぜひウォントゥーの生活にしてください、ウォントゥーの毎日にすればいいんですよって口で言うのは簡単ですよね。テキストで書くと本当に2行ぐらいになっちゃいます。それよりももっと伝えられることがありますよということをこの動画でお伝えしていきたいと思います。場を共有することでそれをわっとこう吸収することができますよということで、押さえておいていただければいいんじゃないかなと思います。
ということで今日は以上です。ありがとうございました。